女神めぐり。女神めぐり。突然ですが、私、神様なんです。生まれたばかりのちっぽけな神様ですけど、知ってますか？神様にだって願い事はあるんです。誰かの役に立ちたいとか、自分だけの才能が欲しいとか、明日も天気になりますようにとか、私のちっぽけで大切な願い事を、あのお日様だったら聞いてくれるでしょうか。私もいつか誰かを明るく照らせるような、キラキラ輝くお日様みたいな、そんな立派な神様になれますように。あまねく照らす、わしの名は、導きの女神、アマテラス大神。
まさかわしがこんな可憐な乙女じゃったとはな。人の世をアマテラス大神と天から見下ろしたわし、縁側で日向ぼわしわし、その絶大な神通力拝んでよいぞ。いかんいかん、話がいよいよここからが本題。神と言ってもつくなのに、こやつときお日様みたいになりたいじゃ。身の程をわきまえぬそのズーズーしいね。気に入った、意地らしいやつめ。きっとこやつはそこで世を滑る大女神として、こやつ一人前の女神に育てるのじゃ。つくも神が成長するに、すなわちまあお主神の命令と。それでは主らの縁、人間と神々がまあ堅苦しく、まずはお主の名前を教え、こやつがそれを受け入れたと。晴れて、みんな、それでは頼むぞ。お主の名は何と言うんじゃ。お主の言葉が届いたようじゃな。こやつもお主と心を、夢の続きはそろそろ終わりじゃな。実際に言葉を交わしてみ、お主は改めて、それではいよいよ主らの旅の幕開けじゃ。ほにゃにゃにゃほにゃ。ほに。
ほに。おはよう。骨や。おはよう。
賢い。行こう、登山。アマテラス様、待ってる。これより進学試験を開始する。その調子じゃ。
次はこれじゃ。そこまで。合格。なかなかやるではないか。また一歩、一人前の女神に近づいた。